Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Okay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. こんばんはダザイのてですこんばんはダザイのあやむです少しあやむくんに謝らなければならないことがあります何ですかちょっと怒るかそんないや本当にそのまあ怒るというかそのなんまあまあ、じゃあ普通に言うか、えー、この前<ー>の劇場があのいいぞという建物内にあるじゃないですかありますよあのいいぞって、うん、その芸人とか関係者だけが入れる入り口っていうのがあってあるあるある そこのエレベーター使うんですけどその建物の7階が劇場 2> そうで,すよで2階はその関係者の休憩場所みたいなとこがあるんです2階が 2>, 2階休憩ルームみたいなとこがあるんですけど俺はよくその出番の合間とか2階におるんよ 2>、うん、で2階のトイレにこうやって行こうと思ってタったっと行っとったらその2階のトイレちょっと複雑で男子トイレと女子トイレが分かりにくいよあの看板が立ってないけどわかかって思が で俺間違えて女子の方入っちゃったよあーやばい普通にああこれピーポーだ <laughs> え人々これはピーポーに及ばなきゃいけない人々ってことピーポーってあーうーかううやなああそうやそうや,そうやでも本当にそのまあこのちょっとだけよほんのちょっとだけ入って<ん>その手,手洗う場所があるやんト,<ん>トイレってどこもおんおんでそれを得ての 流すとこれうんそうよでこれちょっと入ってガラスのとこまで行ったよそしたら女の人が吸いたとってあ俺やば間違えたと思ってパパパパああ出たうんして俺これで逃げようとするんけどその「ダザイ!」って俺聞こえたよ俺ああやばいでも確かにめちゃくちゃ衣装やったよ俺は曖昧やけ出番のうわと思ってめっちゃ間違えたし多分知っとったやんダザイって言われたやんと思って。 で俺なんか俺のパニックやん、うん、俺パニックすぎてごめんほんとになんか壁の向こうに聞こえるようになんかちっちゃい声で「謝むって言ったなんでねえ確なんで <laughs> 俺がおるみたいやいやもうパニックなって俺おーい俺もう分からんくらいでもそのな俺自分でトイレしようときにそなんでちその意味もわからんやん特に いやとなんかお前のせいにしたくて <laughs> お前俺が個室入ってるみたいやんその <laughs> 呼びかけたみたいやんけまあ今考えたら冷静に考えたらそれも変な話やけどねその謝るやとしても謝むとは言わないね <laughs> 冷静にかけたらでもパニックだったお前のせいにしてもだお前やばお前 <laughs>、うん、そ,その結構ね白くなるわ普通にその間違えて女子トイ入ったっていう自分にびっくりしたし<ん>そのダザイって言われたとか目あったとか <laughs> まあ確かにこの職業やってるとまあそれってもうほぼほぼもう ね事件やからねうんだ,からそのだからもしお前の家に傘入れがあったらほんとごめんおいふざけんなって俺やばいよでもその女の人もさいや俺もそのなんかの抵抗でさ漏れ出た「あやむ」やったっけその女子トイレに向かって「あやむ」って言うただけだよ一言その女の人を俺を探したんじゃないこいつ俺がいるんじゃねえかっていや,いやそれは分からんけどその「あやむ」って言うてさその女の人はさその聞こえて 言ってたらどんなふうに思ったんかなと思ってその「謝むって聞こえたそのいやいや <laughs> その <laughs> まあ今一番いいね、うんうん、いい勘違いは「あ探しに来て迷ったんだなよ」うん、で間違えちゃったんだなが一番いいけど、うんうん、そのまあ鉄がそのね、まあ、その横その心の中まで俺分からんからうん、うん、本当に横島な気持ちで入ってた場合がやばいいや入ってるかお前横島な気持ちで分からんよそんな心の中で誰も分からんないんだからだからもうそれは <laughs> 鬼ほど関係者お俺場所で <laughs> 俺が横島な気持ちを持ってしまってだってそんな <laughs> 裏側なんてさそんなわからんやんすごいゲストさんとかも使うトイレかもしれんと思う、まあ、そういう犯罪だってあるよ違う違う俺だってアホやけども漫才衣装でそんな実行犯しないいやいや <laughs> <な>いやお前俺漫才衣装じゃなければするけどみたいないやそのせめてねせめて漫才衣装はしないよさすがに本当トよくないの、ね、お前いやちょ一応言っとこうと思ってまあ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 でも俺もしそれで何か言われても俺ちゃんと言うよ でもしてつがそれ連れてかれたとしたら俺が迎えに行くからええー、<の>来てくれる西津さんとねでも俺はお前二人が来てるとしてもまあ俺はまだいいよ,よ俺はなんて僕じゃないあやむですそれでも僕はやってないかも <laughs> <laughs> あやむです全部あやむがやりました <laughs> いい加減にしろよお前 <laughs> K あのー、ちょっとね ちょっとお休みした期間があったんですけど、はい、ちょっとあのまあ別に隠すことでもないかなと思うんでねちょっと話そうかなと思うんですけどああ隠しとき隠しとき隠しとき,隠しときうわなんでえっあれやろうん留置場の違うよお前あじゃあ俺じゃない捕まってるやろそれじゃないやつ違うよ じゃあ、お前やし。じゃあ、入ってた。さっきのなんか、ボケみたいな感じしちゃったけど、全然実話やったえ、実話じゃねえって。何隠し事じゃないあの、別に隠しててもあれだなと思うんですはい。あの、ちょっとね、あの、おばあちゃんが亡くなりましてよ。ちょっとちょっとおばあちゃんが亡くなりまして。ちょっとおばあちゃん亡くなりまして。どういう意味だおばあちゃん亡くなったんや。え、私、あの、おばあちゃん子でって、もう、コラジオでもね、よく話してたんですけど、あの、本当の関係者の皆様にはご迷惑をおかけしましたって感じだったんですけど、もうね、 それはどうなのっていうことがちょっとありまして。なくなるのはどうなのってこと。いやいや、違う違う違う。おばあちゃんにも好あるやん。うん。いや、おばあちゃんには文句ないよ。本当文句言ったってなんだから。いや、あるんかい。あるみたいに言うなよ。文句言ったってない。んなんいや、もうちょっとね、これはちょっと許せん。もうまた怒ってるやん。怒ってるよ、お前。何その、葬式の日が朝6時起きやったとか。いいや、寝れんやん。そえ てつさ、なそのおつやとかお葬式とか参加したことある？えー、おじいちゃんはい一回ありますた。あのさ、やっぱお線香を絶やさない文化ある。うん、俺ね、そうおじいちゃんが亡くなったのが小学生ぐらいと時ちょっとね、あんま覚えてない、ねあ。あんま覚えてない。お,<う>おつやの前の日に帰れたんよ。うんうんうん。夜中やったけどね、夜中帰れてさ、そっからそのお線香を絶やしちゃいかんと。うんうんうん。っていうので、もう二十四時間お耐久、ずっと置きとくないかんくて。 若者が俺ぐらいしかおらん、はあ、で姉ちゃんはうち姉ちゃんおるやん,うん、うん、ギリギリにしか来んとはあ、はあ、でそのいとこはもうみんな家族もを持ってらっしゃるうん、うん、もうお子さんとかもいるっだからフッかルで一番起きて起きとけそうな若者が俺しかおらんいなるほどねいやーやっぱ30にしてその48時間、うん、不眠不休はやっぱバグっちゃうねえー、誰も変わってくれんのいや あの変わってはくれるんやけど寝るなととりあえずあ寝ちゃだめなうん、いすごいきつかったねまあでもそれもちょっとあったのかもしれんっていう話なんやけどお通夜の時にね、うん、俺受付やったんよその香典を頂い,いて香典返しを返すそんなのがあるんやほうほうっていうのがあるんよね、まあ、これ大体 まあ孫というか、うん、若い人がいる20代ぐらい20代30代ぐらいの人がするイメージありますよね、うん、<う>抜擢されたそう抜擢されたっていうかその俺がやっぱもうそのバーバーがねうちのバーバーが亡くなる今年までお年玉もらってたんよ俺 <laughs> 30にして <laughs> あの年金を頂い,いてたってことで俺がその顔見に行くたびにお小遣いくれてたよずっとお前金ないんだろっつって、うん、金ないしね実際は,はいはいはいそうで あの一番金をもらってると俺がほ<う>多分そのバーバーの人生の孫の中でなるほど、ね、一番俺がもらってるからお前それぐらい働けとそう恩返ししろと当たり前じゃないそれぐらいは、はい、そしたらさなんかねちゃんとやり方があるんよ香典の時に香典<う>をもらって「おそれい入ります」とか言ってなるほどで香典、ね、返し返してみたいなでその親戚連中は俺が芸人ってことは知ってんのよでその あの、会社の人ね、葬儀社の人がいろいろ説明してくれるのその、香典会社の。やり方を説明してくれるときにね、はいはい、その、おじさんね、俺にとっておじさんが、お前芸人やから、お前金ないから、香典全部お前取るやろ、って。い、じりで。いじり。はいはい。いじりね。うん、で、それにね、俺もね、やっぱ魂が芸人やからさ。おえ<れ>うん。で、いや、そんな取るわけないやん、そんな。まあ、二つ三つはね、って、こう、ちょっと、うまいこと返したよ。<laughs> うまいこと <laughs> いや甘っ <laughs> <え>そしたら、うん、その葬儀社の人がさ、はい、ダメですいやその葬儀がガチやからねそうそれダメよそれ本ダメよそれはうんうんいや違うやんボケやん <laughs> ねっ <laughs> えな何滑ったってことやろ滑ったよ。やん <laughs> てて注意されてるはい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 でねそれで終わってさあお通夜始まりましたって言った、はいってその葬儀者のねそのなんか葬儀プランナーみたいな人なのかな分からんけどそ,そんなあるんやそう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 いろいろ取り仕切る人ほ<う>その人ってこうまあ葬儀全体が滞りなくやってるかとか、うん、そういうのを全部見る人なんよ、うん、結構せわしなく動いてるのが普通なんやけど、あのー、ずっと俺についてくるんよ俺の隣にほう あいつ、俺がマジで香典取ると思ってる。え、で取るしな、実際。取らんて。えキー高知所の。違うって、お前。高知所って言うな、お前。え、どれのやつやったっけどれのじゃない、俺。そんな俺、たくさん犯罪してるわけじゃない。えでも、そのだけ、最初のが、もう、ボケとして、受け取ってもらえず、こっちはガッツリやばいやつだじーって、こっち見てる。うわもう、マークされてるやん。そう。話しかけても、なんなら、ちょっと無視。 <laughs> 無視された <laughs> 俺のこと犯罪者やと思ってるから孫がかわいそうにえぐない,いやえぐいそれは俺だからおつやも葬式も全然泣けんくてそいつのせいでお前だって俺も疑われてるからさ <laughs> はあまあまあでもで終盤になったらもうなんかもう他の人がするんでもうあなたもちょっと座ってくださいみたいなもうめちゃくちゃ嫌われてるやんもうさそのやっぱダメよなボケが通じ人,人ってへへ <laughs> <laughs> あそっちだよもうその人のせいその人のせいよやっぱりなんかユーモアが足りんわでもその人もそのちょ職業柄ガチすぎるんかもしれんよ本当に今まで昔はその人もそういうボケとかでその何してんですかとかあったんかもしれん,うん、うん、やけどそのこのそういう歴史の中で めっっちゃ怒られたたりとかあったんかあんもその人も葬式の仕事しょっておふざけしてぶ <laughs> ち切れられたけそのダメです <laughs> 全部に厳しくなってしまうみたいな覚悟があったんかももしかしたらでもね実際ね、うん、そ,のその人じゃないスタッフさんに聞いたら香典を取るなんか香典がなくなるってうん、うん、結構あるらしいぞやっぱえっ、ーうん、抜くやつがおるってこと抜くやつがおるってことよ地獄行きやんそうでも実際やっぱおるらしい で、実際のとこどうなんお前は何が2つ3つね <laughs> えダメよ絶対にだからさお前違うよ絶対ダメよお前ボケやんそんなお前最悪お前地獄やん,獄やんお前違うって地獄やんって何地獄行きやんお前違うようこんなやつが相方やと思いませんでしたキングオブレリオダザイの危ないトゥナイト OK 俺も小学生の時以来やっぱそういうのい、うん、参加してないんやけど葬式とかうん、うん、でもその芸人になってから一回そのはじめさん、うん、先輩芸人のパグのはじめちゃんの。 おばあちゃんが亡くなったったつって、うん、そのパグのマブダチとはじめちゃんと俺の3人で行ったことがあるついてきてみたいなはじめさん結構寂しがりやけついてきてみたいな感じで分かりましたみたいな中には入らんけど、うん、そのそ場までは一緒に行きますみたいなうん、うん、はじめさんはその日も仕事を全うしてこうやって、うん、衣装のまんまおばあちゃんに会いたいんやと言って、うん、こうやって行ってその3人でさ車の中とかやっぱ。 ちょっと気使うやんやっぱその、うん、はじめさんもね「やっぱさ大丈夫ですか?」みたいなでもはじめさんは結構清々しい感じで「いや大往生やったんよ」みたいなああなるほど全然だから気にせんとってみたいなその、うん、いい人生やったんやそうそうそうしかもでもめっちゃ応援してくれとった時やっぱ寂しいわ寂しいわみたいなこと言ってで葬儀場についてこうやってめさん一人だったったったっつって帰ってきたんやけどはじめさんがそのなんか「漫才見せてきたわ」 えーえー、みたいな「えどういうことですか?」みたいな「うん、今日の寄席の漫才をちょっと動画に撮っとってもらったと、うん、他の芸人に、うん、でそれをこうやっておばあちゃん顔桶に入ってるんやけどその <laughs> ここの画面をこうやっておばあちゃんに見せたらしいよ、ね、でこうやって見せてて俺はちょっとそのめっちゃ失礼やけどちょっと臭いなと思ってその「はじめさんそ,えそんなんするんすか?」みたいな。うん 最低やな俺は最低よ、じめさんに言うたんや<ー>、そんなんしたんすかみたいな周りとかそのなんか <laughs> 変な目で見られませんでした。お前最低やお前 <laughs> 俺,俺がいじったよしたらそ見られてないわみたいな、うん、でみんなやっぱ応援してくれとったっけどそのとき気使って出て行ってくれたみたいな、うん、でこうやって見せてたっていう系で、あでもそうなんですね。でも 俺もそこでやっぱ、でもよかったっすね、おばあちゃん最後見れて、みたいな。うんうん、孫のそういう頑張ってる姿とか。それが普通だけど、ね、普通いいなと思ってたら、うんうん、でもその、はじめさ、ん <laughs> その、置きっぱにしとったらしい。こうやって手でこうやってそうやって見せるんじゃなくて、うん、<laughs> その、 上に、顔だけの上に、携帯をポイって置いて、はじめさんは、ええて立っとったらしいよ、普通に <laughs>。それ聞いてから俺、やっぱりお前はどうかしちゃって。<laughs> いやいや、いいやろ、別に見せ方なんて、別に。<laughs> いやいや、はじめさん、はじめさん。<laughs> いやいや、俺は、はじめさん、ちょっとおかしいなと。馬鹿にすんなって、いいやろ、別に置いとったって。<laughs> いや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 、全然全然。いや、まあまあまあ、でも <laughs>、でもまあ、それでも、全然いいわ。 ててか戻ってきてなんならその見せれたら見せれたしねおばあちゃんにではじめさんの中でも満足してたしでよかったと思ってでまあでもなんか本当にはじめさんいいお別れできましたねみたいな漫才見せれてつってその後三3人でご飯食いに行ったらあのめちゃくちゃカツ丼食べよったはじめさん <laughs> 別にいいやろお前いやこいつ <laughs> お前最悪やな <laughs> 天ぷらめっちゃ <laughs> 別にいいやんけそのっとるこいつつ然 そのめちゃくちゃ腹減っとって別にの精進料理見せないかんとかないやろ <laughs> えそなんかめっちゃめっちゃ悲しさやったかあんまり食べんのかなとか俺の洗礼不完で <あい S 1> え全然いいんやけどね通にいいや全然いいやけどめちゃくちゃ食べようとおかわりぐらいしょっつけそさうお前お前ダメやぞお前そんな悲しんでるのに <laughs> え悲しいけどまあまあそのまあ おばあちゃんはやっぱそう嬉しいよなと思ったけどねそんけ漫才とか見せてやろうって俺は,はじめさんに学んだだけうん<ー> <laughs> ま,まあお前もでもこの先経験するからねいや本当にだからそのねあるからだけもしそういうことになったら俺呼べよいうどういうことですかそ, <の S 2> そこで漫才できるからええ呼ばないですいやそこで漫才しよう松浦家あのあ,あやむ NG だな, <laughs> 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 なんでなんで、NG、なんでなんでなでなん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 で葬式の漫才もあるし。 <laughs> それはそれは失礼やろ <laughs> <laughs> あの <laughs> 葬式にダメですって言われるよ <laughs> それプランナーの人に絶対また怒られるんや俺、うん、でちょっとちゃんとしましょう観光葬祭はキングオブレリオダザイの危ないトゥナイト,ナイト、うん、オッケーあの俺 後輩で仲いいやつが、あの、ブンブンっていう聞き替柱の、女芸人のブンブンっているんですけど、そのブンブンとこの前ライブで一緒になって、そのライブが、あの、さやかと、 ダブル東の福岡軍団を作ろうっていうライブやったんやけどそのライブでのちょっと危機貝柱まあそのマウンテンももちろんやないけどブンブンの活躍がやっぱいかつすぎてああブンブンがもう大爆笑かっさらいまくりで,で支配にも喜ぶぐらい盛り上がったよ <うん S 1> でやばいよ俺過去一二20分ぐらい延長したんやそのライブ。 すごよくないんやけどねまあまあよくはない、ね、よくはないんやけど20分ぐらい延長それぐらい盛り上がったライブなんやけど最終的にその俺はさやカの石井軍団に入りたかったんやけど<ー>結局なんか新山さんが俺を選んでくれて新山軍団に入ることになったんや俺はで新山でその各ダブル東2人さやカさんの2人があの団員を2名ずつ指名できるんよ、うん、で新山さんがブンブンと俺を指名してくれたんやあいいね ここで2人で参加することになったんやけど、うん、そのブンブンの普段の姿とかからはその女というところをやっぱ感じるんのやけど、うん、その誤りは知ってると思うけど。でもそのも変な女。でもなんか変人やぞ。で年齢不詳とか。ブンブンは変な人や、ね。でも髪もさ。結構短いしさい、ね、で服もいつも。 長いロングのさ魔女みたいなみたいなでその怖い顔してさ普段から大喜利大好きみたいな漫才もそんな感じ本当ねにやばいオーラ満々でやってるやんでそのブンブンが新山軍団入ってそのわーみたいな最後決まりましたみたいな時にその新山さんにこなでなでされたよブンブンがブンブンがキャーみたいな女の子たちもわーみたいな盛り上がるみたいなその後ブンブンとやっぱその 俺でよかったなもよかったとブンブンめちゃくちゃ受け取ったなブンブったら、うん、ブンブンがそのなんかちょっとメスの顔しとって<ら>やっぱその新山さん好きになっちゃってる可能性ある新山さんだってスタイルもいいしかっけえもんなめちゃくちゃイケメンおしゃれやし、うん、でそのブンブンその日返し全強やったよ、うん、でもそう 確かに頭なでなでされた時の返し全然なかった。それもう舞台上でメスになってもうた。うわあのブンブンが。それぐらい新山さんの魅力えぐいし、その、その後、そのロビーに出て、ありがとうございましたもうそのすごい、あの女性ファン、新山さんの多分女性ファンなんやけど、頭触られてましたねとか言って。ブンブン。ああ、ブンブン戻ったああ、もうその女芸人が一人死んだ場所みたいな。 完全に <laughs> えー、でも楽しかったねあのライブは盛り上がりました、ね、なあ俺ちょっと休演してしまったやつな俺も降りたかったなあそのあのまあブンブンの話なんやけど俺結構ブンブンのことは女やなって思ってて<笑><笑>え後輩女芸人もや女やな,女やなって思ってて俺はえー、あのこの前ねコーナーライブが終わってね、うん、その時の作家さんがねブンブンやったんよ はいはい、ブンブンは作家,も作家もするからやったよね、うん、でその時にそのコーナーが終わってでそのコーナーの振り返りみたいなそのコーナーライブの振り返りをちょっとブンブンとしょったんよ、うん、やったらちょっとねまあお互い思いが強すぎて。 結構ヒートアお互い思いが強すぎてそうそうそうその笑いに対しての思いが強すぎて、えーうん、うわって結構本当とに、まあ、怒鳴り合いじゃないけどお互いの意見のぶつかり合いみたいな <laughs> もうさやかさんの漫才ぐらい <laughs> <laughs>、えー、感じになって、ね、まあブー確かに後輩やけど、まあ、そこはもう対等やんはい 年齢的にはブー部の方がねまあそのいろいろあると思うしうそ,うでそこら辺はもう対等なんですよ俺たちはほうほうでもうあって喋るよってで俺がその意見として言ったよいやでもお笑いっていうのは多面的やと <laughs> あれなんか言ってます <laughs> はいはい <laughs> その時の空気感 <laughs> <う>、えー、その前後のやり取りう<お>そしてその時のお客さんの体調かっこよねまあ天気とかも関係あるわほ<う>その気分がどうなのかみたいなっていうねことが やっぱ大事なの、うん、そういうことでお,らお笑いっていうのはそ受けるか受けないかは決まってくるみたいな話をしたんやそし、はい、たらブンブンがあのブンブンがよなんかあやむさん先生みたいなこと言ってマジわかんない <laughs> <laughs> えー、ブンブンそんなやつじゃないやろめっちゃギャルみたいな感じしてきて <laughs>、えー、俺それが面白すぎてその,、まあ、その話終わったんやけど <laughs> え,え,え,え普段お前そんな こと言うとんの。あ、俺結構お笑いの話するよ。シャバ。シャバくねえよお前。<laughs> こいつそうそうちょっとその話もしたいわあのね最近ねあの副劇ではねコーナー終わった後にねちょっと反省会みたいなのしましょうねみたいなこれいい取り組みなんですよこれがあったんですよもうそれもね鉄はね本当に非協力的全然積極的じゃないどこがややっぱりねインクルージョンの米沢さんとかねカーネギーの松尾さんとかはねまあ澤さんもそうっすよとかは 結構こう活発に意見を出してくれるとかいやここはこうだったんじゃないかこういう流れがあったんじゃないかここはこうやってこういう風にしていったらよかったんじゃないかみたいなでそういう風に意見出してくれるから俺もいや俺マジでこう考えてこうやったんですみたいな感じで結構ここ白熱するいい時間をなんかね この鉄はね、なんかあくびとかするんですよ。したことないわ、お前、それやばい,やばい <laughs> お前、そのやる気のなさは。嘘つけや、お前。お前、全然熱くないやん。全然嘘つくなって、それは。 いやいやマジでそこはガンガン喋ってるし俺もいいやお前好き見ればちょっとふざけようとしてるもんしてないよふざける時間じゃないのにガ、うん、チってるしそこは大事やと思う俺もめっちゃでもそれあれは違うよその後輩女芸人呼んで熱く語って全然わかんないって言われるのは違うよ <laughs> <laughs> 一緒によそれとでも俺これぐらいブンブンとも熱く語れてんのよ。パッションディベートできてると。こここうした方がいいんじゃないか。いや私はこういう思いがあって。いやいやだからお笑いっていうのは多面的だから。めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいでもブンブンから全然なんて言ってるか分からない。そこや問題そこじゃよお前。あやむはどう生きるか。ちょっと小話。 初めてのコーナーですけどこれはもう「あやまどう生きるか」のコーナー2週間に1回のお楽しみでちょっと今日はイレギュラーにちょっと何ですかあのパズル配信をやったじゃないですかはいそのパズル配信の当選者をねもうちょっと決めようかなとついに一応そのルールとしてはまあ配信も見ててまあ「危ない」とのねラジオもまあ聞いてるそしてなおかつ俺への愛の言葉をたくさん書いてくれる人というか俺への愛が伝わる人 あもうそんなあれですかランダムとかじゃ選ぶと選ぶということになってたんですけど私決めましたはいえっと一応これ引用とかも合わせてなんですけど12件12件の皆様からね来てたんですよ「歩への愛」のまあ全部目を通しましたやっぱみんな愛があったあっ薄い歩への愛がああ薄い すごい薄かったみたいなその反応はちょっと薄いんですけどその中でもうん、うん、まあまあこいつになら託していいだろうとあいえー、えー、まあなんならまあちょっとこの人にこれをもうあげたいってちょっと思ってしまうああ綾が上げたいぐらいっていう人がいました一人言った、えー、それでは発表させていただきます綾部、えー、はどう生きるかパズル配信そのパズルあれ二千えっ、ー、と1000ピースか1000ピースのパズル当選者は

仮面「危ないト i t o のほうの方を、うん、あの聞いてくれてる方は、まあ、おなじみワンダはい,はいはい。あのー、奥さんが家庭科を知らないっていう <laughs> すごいむちゃくちゃな暴言を言われてるはい、はい、なんですけど、あのー、このワンダがね、うん、あれだけラジオで家庭科を知らないと小バカにされながらもその家庭科を知らない妻も欲しいと言ってますほ<う>なんだかんだあやむさんが好きなのかもしれませんって,てって <laughs> これは嬉しかったこれはね、あのー本当にじゃあ このお寿司のやつあげるから。<laughs> その奥さんに家庭科を学び直してほしい。<laughs> えっと、その無理やりですよ全然全然無理やりですようそそお寿司あげたら家庭科が家庭科を学び直してほしいお寿司でお寿司でむちゃくちゃの意見ですけどまあでも、まあ、これだけまあ妻も欲しいと言ってますってことはこれあげないと夫婦仲に関わってくるかもしれんや、うん、あそのワンダーフォー,フーフを思ってあげるそうワンダーフォーフを思ってやっぱこれあげようかなと思ってて <laughs> まあまあ俺は別にムの一蔵に任せるよ哲見た、うん、何ですか哲もなんか参加するって言ったよ いやそのマジでちょっと俺も考えたけどなんかね最近ねちょっと西津さんマジでちょっと2人で話そう<え>これね哲ね最近ねやるって言ってやらないことがすごく多いのいや違う違う本当にいやそ逆に言わして何何ちょっとツイッターじゃ収まらんかもえ、はい、じゃちょっと待って今あと何分ぐらい喋っていいですか3分5分ぐらい喋っていいかじゃ五5分間ちょっと哲俺への愛を <laughs> ちょっと5分間喋ってくれる、うん、え、じゃあマジでこれでよかったってなった場合あ手つになるよそれはもちろんえ、もう普通に俺をもらっていいってことですかもちろんそうノーカットでお送りしよう5分間あわかりました OK じゃあそれでは5分間スタートなんかそのむっていう一人の男と出会って俺はだいぶ変わったなってなんかあケホケホなんか アヤムがいるかいないかで僕の人生全然違ったんじゃないかなって僕は最近思ったその理由の一つがアヤムは周りを元気にしてくれるアヤムがいれば笑いが起きる僕けほけほはあいつと一緒に漫才してたらその漫才してない時ですら漫才なんじゃないかなっておもたすんだでボン お願いします。<laughs> お前、お前三十秒しか持たんやんけ。え、なんなおい、五分間、おい、え、持つか、お前三十秒、持たせた方だろう。お前、このワンダー見習えよ、お前。そワンダー何行、ワンダー、お前何行書いてるか、お前知ってるか。お前四行やぞ。<laughs> 俺、俺のが長いやろ <laughs> 俺だけほけほは一段落。<laughs> <laughs> ま <laughs> まあまあでもワンダーにあげますからは,いえー、は DM が KOR の方から来ますか、はい、KOR の方から DM が来ると思うんでねそれで、あのー「あの本当はいりません」とかなって面白いないそれはもう無理やり送りつけるんでねてくださいそ,そちらで処分してください、はい、お願いしますということでワンダーおめでとうございますおやすみ Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course, I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese tayaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday, and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.